沖縄から世界に羽ばたいた偉大なスターといえば、せーの、鹿児島でこの質問をしたら安室奈美恵って言われたよ。ね、違いますよ。沖縄から世界に羽ばたいた偉大なスターといえば具志堅用高さん、ね、もう子供の頃、本当に子供の頃から大好きな大好きな、人で、大好きなチャンピオンで、本当に具志堅さんが、ね、試合をするたびにテレビに釘付けになって、ね、まあ、残念ながら、まあ、残念というか、ね、13回防衛して、ね、その記録もいまだに、ね、まだ破られていないという、すごい偉大な記録を、作った、本当にすごいチャンピオンです。そんな具志堅さんの、具志堅用高さんに捧げる歌を作ったんです。そしたらなんとご本人を、具志堅用高さんご本人を目の前に歌うことができたんです。ね、4年前です。その時に具志堅さんの前でこの曲を歌って、北場さん、いい歌を作ってくれてありがとう、近々会いましょうということで固い握手を交わしました。僕は携帯番号も具志堅用高さんに渡しました。メールアドレスも渡しました。4年間一度も連絡はありません。ね、具志堅さん、ね、なんか誰かこの映像を、ね、発信して、具志堅さん、具志堅用高さんが見てくれたら、ありがたいです、嬉しいです。具志堅用高さん連絡待ってますんで、よろしくお願いしますね。それでは最後にお送りいたします、具志堅用高さんへ捧げる永遠のチャンピオンという僕のオリジナル曲です。聴いてください。妙にお客さんとの距離があるので、ちょっと僕が前に寄りましょうね。行きましょう、永遠のチャンピオン、聴いてください。
イスクリームを食べる。